はい本日のプレミア配信ですね何をやろうかなと思ってたんですけどもう今日ね、あのー、速報で飛び込んできたのはあの北海道知床半島沖の観光船「カズワンねちょっと前にまだ船船体の一部がとかいろいろなんか画像がってなっててで気が付けばもう2年半2022年の4月なんですね。 それだけ日にち立ってるんですよ、まあ、あの事件概要、これ、何が、その社長61歳が逮捕、業務上過失致死などの容疑で逮捕、海上保安庁ということですね、えー、この2022年の4月に、この沈没した事故で、この海上保安庁は運航会社の社長を18日、 のの午前に業務上過失致死疑いいでで逮捕したとうここなんですね、まあ、これだけかかるんだいやかかる理由っていうのはあるんですね。簡単に逮捕できないっていうこともあるんですけど、まあ、その証拠だとかいろいろ、その損害だとかっていうことも、もう社長逮捕、その場で逮捕しちゃうと、損害賠償だとか、補償だとか、そういったことがもううやむやになっていっちゃうんで、えー、おそらくこういうのって、まあ、その、 直接的な殺人行為とは違うね。業務上っていうことで、ね、管理責任を問うということですよね。うん。あのー、昔はこういうことをいろんなことをもっと長くして、在宅にしてとかってあったんですけど、今そうは許さないですよね。あのー、まあ、ちょっとね、これ、まあちょっとどういう内容か説明すると、えー うん、乗,員乗,乗,乗客と乗員合わせ二26人ですもんね。で、20人が亡くなって6人が行方不明っていうことなんですよ。まあこの 国の運輸安全委員会は、沈没の原因は確実に閉まっていなかった甲板のハッチから海水が流入したっていうか、もうどっちかっていうと、事故っていうか、人災的なもの、最初からこの無線みたいなものもない、要するに連絡手段が携帯だけだったっていう、う驚くようなことですね、壊れていた、だから、それはこれないよねって皆さん思ったと思います。 運行に必要な注意を怠るなどとして事故を起こしたということです事故を起こしたということというかまあ、まあこのハッチがどうのこうのというよりもうーんこれねすごく調べていったらおかしなことだらけよくこんなんでって私はそれからあのこの手の船に乗ろうという気にはならないですもんねまあ、乗る機会もないですよ正直言って乗る機会もないけどこんな海にね っていいうぐらい怖さを感じましたよねだってこうなっちゃったらどうにもならない少し前もえー、あの船がねえ小笠原だったかなどっか東京の方だったと思いますけどあの島にね行くときにあの動かなくなっちゃってっていうようなこともあってあの老朽化してるって一つ問題がありますねお金がないからその整備や あの改修とか新しいいいものに変えれないっていうでも生活権のある人たちはそうしなきゃいけない今回の場合は観光船ということなんで本当はもっと気を使ってどう,かどうももうけ主義でそういうことを適当にやってたっていうのが分かってきてるんですね当然これはまあ逮捕されるべきというふうになってましたけど、まあ、2年半もかかるんだとさあここから量刑がどうなるか亡くなっている人たちの数から言えば それは普通に許しておいていいようなことではないんだけど、直接的なこの社長が何かをやったっていうわけじゃないですし、要は沈めばいいとか、死んでもいいというふうに思っていたことはさすがにないわけですね、これは。いくらなんでもそれはないはずなんですよ。となると、この責任です。社長として本来なら確認しなきゃいけないこと、 まあ、無線機一つ積んでなかった、携帯をっていう、その携帯も、えー、離れてしまえばかからないような状態っていうことを、よくこれでやってたなっていうことなんですね。いろんな問題があって、私はお話ししたのを覚えてる,と覚えてるんですけど、まあ、これ、まあ、今回のことでまたあぶ、えー、り出されて、もう一度、えー、裁判ということになると、本当のことが分かってくるんですね。 やっぱり多くの人が関わっている殺人事件とか死亡事故っていうのはこれだけかかるんだなであのなんか怠けててゆっくりなってるわけじゃないですね。公判、要するに裁判における証拠とか、いや、言い訳しても言い訳できないように証拠を固めてきちんと調べるってことをしてないと、ですねせっかくこの裁判にかけても、言い逃れをされてしまうっていうことではいけない。 でこれだけかかってるんですましてやあのこれだけの被害者の方がいるということであるとその人たち一人一人の,ああの何歳でどこで生まれてどうなったということを全部この検察側は述べていくと思います。それだけでも重大でじゃあもう適当ってできないんですよね。やめときましょうと。もうここ ききましょうってででないですよ人となりっていうのを全部検察官は調べてこれを後半に挑むわけですよ、こういう形でこういう風で、で、この日はこう楽しみにしてきてこうだったっていうことをいかにこの人たちの営みがきちんとされていてこうであって、この観光船に乗るまでの経緯、でここ観光船の,この決めるところでこういう事故に遭ってしまったっていうことをですね。えー それなのになぜこんな安全管理だったのかっていうことを問い立ただしていくわけですよ。本来は。そこが、あの、いや、お金儲けでやってました。自分はよくわかってませんでしたっていう話にさ,さ,させたいわけですよ。<laughs> うん。なんかさせたいわけですよ。いや、話が言ってるのが逆、普通はしないように言ったけど、そんないい加減だったっていうことを立証していきたいわけですね。 この過失の割合を高めたいわけですよ。お前、そりゃないだろうって。そらくそうなんですそれでどうなんですかって話です。ね6人の方がまだね、見つかってないということは、ねまあねよっぽどのことがない限り、これ、全員見つかるなんてことはなかなかないわけなんで。うん たそれから,多分らくこの船の運航というのは厳しくなっているんだと思いますもちろんだけどもこうしてもうあれから2年も経つとまた緩むこういうことを啓蒙することでまた点検っていう形にはなると思いますけど、まあ、その観光だけじゃなくてそういうところに地域にお住まいの方たちは移動手段としては使わざるを得ない状況なんですよね。うん、でやっぱりこれあの それこそ老,老朽化鉄道にしたって何にしたって橋にしたってっていうことがあるように海の船ももう耐用年数っていうのは結構長いとは思いますけどやっぱりで買い替えるっていうのが莫大なお金がかかるっていうことなのでうんでも観光 本人もこれ逮捕確保ししてたんでしょうかねまあまあおおむねもうまずいなっていう風だとは思いますけど、うん、さあこれがどれぐらいの量刑になるのかなっていうのは一つちょっとこれあのこの場合が人数が例えばですよ一般の刑事事件だと、えー、例えば死刑になる基準っていうのがあるわけじゃないですかまああの単純にですよ内容によるに1人は向き もう無きだったり勇気、2人だったらもう確実に無き、3人だったら死刑みたいなところはあるわけですね。例えば、それでも単純な殺人と強盗殺人、性的なあれとは違いますけど、まあこれ、人数が多いから死刑とはならないですよ、これは。うん、この事故に関して、1人の乗組員でもこれは20人でも30人でも形としては変わらないです。多いからどうこうっていうのではないので、まあ、ただ、 上場面では1人の亡くなったのとこの26人では全然違うとは思いますけども一つはえ実刑判決になるのか執行猶予になるのかでえ15億円の民事賠償っていうものもえ遺族側があの乗客14人の家族など29名の方がえこの遊覧船の社長に対して 遺車料など合わせて15億の賠償を求めて、えー、札幌地裁に提訴していると今年の7月にねうん、まあ、ただそんだけのお金があるのかここにないのかっていうことなんですけどここですよねうんそうですねこれが、うん、ちょうど前日ですよね、えー、水中カメラをまだこれ えー、引き上げが簡単じゃないんですよね。えーうん、水深1 1 5ー,ーに、えー、カメラを入れて様子を撮影しているっていうのがありますね。えー、黄色のは子供の用の救命胴衣じゃないかと思うっていうような服とかもそうなんですね。うん、これが、うん、天井に穴が開いてるとか。 エンジンを乗せ替えるときに、前の元船長さんがお話をしてくれてるわけですね、これ、2年前まで、5年にわたり、その事故の2年前、この事故が起こる2年前、5年にわたり、この船長をされしていたあの方が、えー、インタビューに応じて、この船の構造をよく知る人物として、海上保安庁や運輸安全委員会からの情報提供をしていると。 まだ操作段階なので、あまり大きなことは言えないけどということで、天井に穴が開いているということを言ってるんですよね。で、エンジンを乗せ替えるときに、天井を切り,切り取らなきゃいけないということです。エンジンを乗せ替えたら、新たに板を張って、天井なり床なり作るんだけど、そこがきれいに剥がれ落ちたんだろうね、沈むときにって言ってるんですね。うん、そうか。 船の構造上、車みたいにボンネット開けてじゃないから、エンジン乗せ替えるときは、もう一体、いい船体を切って、そこから、えー、吊るして出すっていうことなんでしょうね。で、沈むときに水圧がかかるときに、全部剥がれて取れてるっていうことなんですね。シートもみんな剥がれている、このシートは,はめ込みしたから、乗っかっているだけだから、水が入って浮力があるとみんな浮き上がって外れていくっていうことに たまたまリュックサックっていうか、この亡くなった方の荷物とかが引っかかってるみたいな、うん、で、この元船長が客室の前方に一瞬映ったあるものに着目したということで、えー、これ何って、うん、この船長には発電機のように見えるとで、えー、表面がオレンジと黒に見える四角いもの、そのロゴからインバータ発電機、なんでこんなとこにあるんだろう、こんなものは載せない。 ね、ガソリン入れてや,つやるやつですね、敵屋さんとか使ったりなんかするやつ。もしかしたら船の発電機が壊れているのかもしれない。それでも客室には置かないか、うん。で、この船長が、あのー、現役だった時には、船内にはなかった発電機。なんでこんなもんが置いてあるのかと、うん。電気系統がきちんとなってないまま出航したんじゃないかって。船に発電機があるなんていうのは、エンジンについてるし。しししかかもて 船の発電機が機能しなくて、こうやって発電機を積んでいたかもしれないと。だから、これが、電気系統が壊れても船は走ると。だけど、電気機器が一切使えなくなって、島とレーダーとか、っていう疑問が残ると。で、この時でも、も天候悪化で、こういう形になってるわけですよね。で、戻ってくるチャンスは、 え、二回や三回あったと。実際1時間のコースの折り返し地点で熊を見ている。そこで戻ってこればよかったのに、なんで無理したのかっていうことなんですね。うん。だから疑問はすごいあるんですね。うん。発電機を普通に乗せていくっていう何か、えー、電気系統の故障で直接つなげて。だからもう、船の、まあ、老朽化しているのは間違いないですし、その、 無線だとか、いろんなことが、でなんで、要は、この新しい、割と新しい船長で、その天候のことが分かってない、でも、これ、半分でしたら、お金を返す、返さないとかっていうのがあるから、ギリギリの時間までやらなきゃいけないとかって、無理なこと言われていたなら、ねだからそういう意味で、この社長の判断、社長の経営方針、やり方っていうのが問われると。 ということが、まあ、これ、裁判になって、ね、明らかになっていくと、えー、この報道、映像報道が出るのが、逮捕の1日前に出ているんで、やっぱりそういうことなんでしょうね、うん、逮捕は分かっていて、まあ、こういう報道が出ているということだと思いますから、ね、うんちょっとね、これ、えーまあ、これが逮捕されて、えー、多分ん20日、あるいは40日、起訴して裁判。 まあ割と早い、年内に何らか動いていけばいいんですけど、だからといってね、遺族の人たちはね、納得できるかっいったらね、ちょっと違うと思いますでね、これは注目していきたい事件ですね,ね。こういうことを、これぐらいになってしまうということですね、だから殺人事件とか、こういう事故だと、やっぱり今回はこの事故で逮捕になるまで2年半かかっている、あるいは殺人事件だと、第1回目の後半が始まるまで1年とか2年とかかかると、ね。 まあ、もうちょっと早くできないものかっていうのもありますけど、ね、なかなかこれ、あのー、物理的な問題もありますし、でも世間がね、忘れる前にね、やっぱりこういうことをやっていかないと、うんえー、海上保安庁が逮捕で、検察が起訴していくわけだから、まあ、これ、通常の裁判員裁判になっていくと思いますので、ねはい、これで、あのー、良識ある皆さんが判断するっていうことですけど、 予断を持たずに裁判だって、この事件のことなんか、事故なんてみんな知ってますからね、いかにどんなことがあったかっていう、うんねまあ、そういう意味ではね、厳しい判決が出るんじゃないかなっていうふうに思います以上です。